い、ということで今週に来ました。今からね、ちょっと欲しいものをたくさん買っていきたいと思います。ですよ皆さん。ご褒美というかね、あの不足しているものを買うっていう形で。そうですね。はい、行きたいと思います。はい。おいきなり。ここに常備しました。これね。これいつも買ってるね。なかったんだよね。最近パックもなくて切らしててさ。あと本当あのお米のさやつもあったらいいなと思ったんだけどなくて、これを買ってきまして。今お米の代わりにね、うん、このいいってよくこの聞くベスコス1位のこれをね、ちょっと手を出してみたいなと思って。これね、これをちょっとパック、はい、これね、ちょっと高くて、うん、めったあのちょっと手出しづらかったの。3パックで950円。そう、ちょっと手出そうかなと思って。いいですか。はい、ちょっと行きます。こういう企画の時じゃないとね、買えないよね。そうなの、買えない。最近こういう企画少なくなっちゃったしね。そうなんだよね。そうなの。で、この折り付きを買います。あ、もうなくなっちゃいましたか。なくなっちゃいました。お愛用品ね。はい、愛用品ね。愛設置します。はい。で、あとなんだっけ。あ、あとだっけ。まず、このね、これ2週間ぐらい持つんだけど、これね、この前なんかの動画にも出てきたよね。これ出てきたっけ。足のマッサージしてたよね。あ、そうそう、これでその足のマッサージをしてけどね、そうで大容量があるんだけど値段的にめっちゃでっかいですけど、見てくださいこれ。本当だ、どうしよう。428円でしょ、うん、でじゃあ大きいの買ってみたら。こういう機械じゃないと大きいの買えないよね。うん、きっと。よし、 OK。 そうね、台の方が一応お得です。お得でした。台入りました。あとこのね、テスターじゃない、このベビーオイルを欲しいので買います。ベビーオイルね。はい、はい、これは何に使うの。これはね、あの、うん、ニベアと合わせて足に塗ると黒ずみが白くなるように、あとこれもある通りあの洗顔とか、うん、ちょっと足すといいね、みんないいんだって、うん、まあ、確かにベビーオイルは使い道はいっぱいあるよね。あと普通にあるね、マッサージとかもし、うん、あってそうはないかなと思うので。確かに、はい、はい、じゃあ次リップ。はい、ピントが本当は欲しかったんだけど、ロム&大人気で全然もう在庫がないので、この隣のね、まあ、こっちもロム&なんだけど、はい、なんかマットマットのやつね。そうそう、このね、うん、もうこれももう数少ないんだけど、そう、これももう在庫が14と11しかなくて、うん、14をね見た感じ良かったので、じゃあちょっと色をオープン、こういう。そうだね、これだったら全然いけそうだね。本当はね、18、19ぐらいの色もこの時期にはね、良さそうだったけど、でも全然14もいいと思うけど、うん、ちょっとね、なんか買いたいと思います。うん、こんな感じ。じゃあ在庫がね、ないから。でも11番とかさ、こうやって見ると普通に赤なのかなと思いきやさ、すごいの見てみるともう真っ赤なんだよね。そう、ちょっとびっくりだよね。そうなんだよね、だからちょっとで、4番が見本がなくてちょっと分かんなくてちょっと怖いよね。怖いよね、4番。4番どうなんだろうっていう、見本がないとやっぱリップはちょっと怖い、怖いよね。でもさ、このさ見本もさ、この何番だっけ、うん、14番、うん、全然さこの見本とさ違うよね。違うよね。なんかピンクっぽい感じするけど中身開けるとさ赤じゃん、うん、やっぱ見本って大事じゃない。大事だよね。ね、ということでこの14番買いたいと思います。はい、はい、じゃあこんな感じですね。はい、これだけ買います。はい、ちょっと放送が、はい、買うものこちらです。はい、はい、リップだけね、後でちょっと中身開けてもう一回撮りたいと思います。はい、ということで買ってきます。はい。